正座、足、しびれてきちゃった。うえ、天下ちゃん平気？無理しなくても。ほら、楽な座り方でも大丈夫だよ。でも、カルタの動画見たら、そうじゃなかった。ゲームのルール、大事。天下ちゃん。星座、長くは持たないから。ここからは、スピード勝負だよ、なあちゃん。いいよ、天下ちゃん。この勝負、アマナがすぐに片付けてあげる。手加減なしで行くよそれじゃあ続けます。次の札は、志は松の葉。なっちゃん、天下ちゃん大変。新しい年賀状印刷するの忘れないようにしなきゃ。あ、本当だ。出し忘れ？出し忘れといえば出し忘れ。それとも出し損ねかな。想定外。そうだね。確かに想定外。アマナたち、前は富山に住んでたんだけどね。その頃の友達が送ってきてくれたんだ。アマナたちのこと、テレビで見てびっくりしたけど、応援してるよって。天下ちゃんもアマナも、すっごく嬉しかったの。嬉しかったんだけど。でも、アマナたちは、年賀状送ってなくて。お引越ししてからあんまり会えなくなっちゃって、だんだん連絡とかも減っちゃって、今年は送らなくてもって、そうだったんだねえ。ちゆきさん、相手の子嫌な気持ちになってると思う？自分はちゃんと出したのに、天下たちはそうじゃなかったって。せっかく年賀状くれたのに、そう思わせちゃってたら悲しいなって。アマナ、アマナちゃん、天下ちゃん、聞いてくれる？実はね、私も一緒なんだ。一緒？うん。今年は送らなかった人から年賀状が届いて、今の二人と同じ、どうして送らなかったんだろう、ごめんなさいって。とっても嬉しいのに、少しだけ悲しいような気持ちになっちゃった。ちゆきさんも？うん。でもね、だから、お返事は、うんと心を込めて書きたいなって思ったの。私のことを思ってこの年賀状を用意してくれたはずだから、その真心に応えられるように、私もきちんとお返事に向き合いたいなって。天下、それ知ってる？志は松の葉。ええ、そういう言葉だってあるんだもん。一生懸命なお返事なら相手の子も喜んでくれると思う。あ、なあちゃん、格好？うん、もちろんだよ、天下ちゃん。二人でめっちゃすごい年賀状を送らなきゃ。うん。そうだ、メッセージを筆で書くのってどうかな。ちゆきさんのおかげで、アマナ、今日のトレンドは筆文字って感じなんだ。気持ち、うんと込められる気がする。賛成。天下も筆で書きたい無地のハガキは残ってるから、それに直接書いて。せっかくならイラストとかもあった方がいいかな。
文具出してくるのもあり？徹底的に手書きスタイル。うん。だったら千雪さんも一緒に。よかったら千雪さんもここで一緒に年賀状書こう。確かに道具もハガキもあるよ。どうかな。ありがとう。それじゃあお言葉に甘えさせてもらおうかな。せーの、志は松の葉。真心がこもっているなら、どんなものでも素敵な贈り物になるということ。真心、きっと伝わるよね。